はい、皆さんこんにちは。ペン回しパフォーマー K です。今回は全部回しやすい最強のペン回し筆箱を作ろう。はい、ということで、どういうことかと言いますとですね、皆さんこういうの見たことあります？はい、これなんだと思いますか？これね、実はハサミなんですよ。この蓋が取れて、ここがパカッと開いてハサミになるという商品なんですね。で、この形状だったらさ、細長いから回せるじゃないですか。で、思ったんですよ。もしかしたらこういう細長いペンタイプの文房具って他にもたくさんあるんじゃないかなと思いまして、で、調べてみたらこれいろいろ出てきたんですよ。で、これで筆箱の中身全部完成させられるんじゃないかなと。あと消しゴムとかハサミとかチョークとかね。ということで、今回はいろんなペン型の文房具を集めてきたんで、それらを使って最強のペン回し筆箱を作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでやっていきましょう。まずはシャーペン部門からいきましょう。まあもうシャーペンはね、もうこれしかないと思います。はい、こちらドクターグリップ、この形のやつですね。ドクターグリップクラシックという名前で今現行で販売されてます。まあ回しやすいシャーペンといったらね、もうこれしかないですよね。これ一択だと思います。で、続いてがボールペン。もうボールペンも皆さんお分かりですね。ご存知ですね。こちらでございます。ニトムズスタロジー天然度油性ボールペン。ペン回し界では超有名な最強ボールペンですね。回しやすい。まあまあまあ、ここまではね、もう言うまでもないと思います。じゃあこっからですね、消しゴム行ってみましょう。回しやすい消しゴムに選ばれたのはこちらでございます。三菱スーパーイレイザー。はい、これね、色鉛筆とかではよく見たことあると思うんですけど、この紐引っ張ってこう先端からめくっていくタイプの形状のやつですね。これのね、消しゴムバージョンがあるんですよ。ちょっと表面は滑るんですけど、かなり身が重くてすごく回しやすいです。あ、ペン型の消しゴムって他にも結構いろいろあるんですけど、その中でもこちらチョイスしました。はい、続いてがじゃあハサミ行ってみましょう。さっきオープニングで紹介したやつですね。はい、こちらツイッギーという商品でございます。ここが蓋になってて、これを取って、ここのレバーを上に上げると、ここが開くようになってるんですね。で、ここでハサミとして使えると。これ、切れ味的にはどうなんだろう。おー、結構しっかり切れるね。じゃあ回してみましょう。あ、回せるんだけど、重心がね、やっぱすごい寄ってるね。ここが境目のとこが重心だ。で、あと若干楕円形かな。まん丸ではない。よーし。まあ、回せなくはないかな。まあ、でも、ハサミでこの形状ってもうこれ以外ないと思うんで、もうこれですね。OK、じゃあ次はね、あ、これはすごいですよ、皆さん。こちらです。この一見ペンにしか見えないこちら、なんだと思いますか、これ。これ実はですね、糊です。はい、ピットアクアっていう糊ですね。ピットってスティック糊で絶対見たことあると思うんですけど、それのペン型のやつです。あ、これ、G1 みたいな感じだな。G1 こういう形状じゃなかったっけ？グリップなし G1 ね。あ、まあ、ちょっと違うか。これはキャップ後ろにつけたら普通に回せちゃうな。おー。ほぼペンだね。これ、糊としては実際どうなんだろう。ここで、こういう感じだよね。あー、出てきた。ちょっと、ここら辺、ついてるの見えます？これをこう、ペタッと。まあ。糊としては機能してるかな。続きまして、定規行ってみましょう。あ、これ Amazon で見つけたんですけど、こんな感じの箱に入っておりました。ザ・ペンと書いてあります。これが、はい、こんな感じですね。こういうペン型の形状で、もうこの時点で0から10センチまで測れるようになってるんですけど、これがですね、こんな感じで、指示棒のように伸びます。で、これすっごいわかりにくいんですけど、ここにね、ちゃんとメモリあるんですよ。見えるかな？これ光っちゃって見えないかもしれないけど。で、マックス50センチまで測れると。ただね、この銀のとこがね、めっちゃ見えにくいのよね。こういう定規です。これクリップ取れないかな？あ、クリップ取れそう。おー、クリップ取れましたよ。で、これこう戻して、あ、もう完璧でしょ、これで。いやー、金属だ。重いな。身が全体的に重い感じだ。うん、これ伸ばした方が多分回しやすいね。ちょっと画面に収まんないけど、これ。ほっ。はい、
こんな感じでございます。はい、じゃあ続いてこれすごいよ。俺一番衝撃受けたもん、これ見つけた時。はい、これなんだと思います？皆さん、もうペンにしか見えないでしょ。これなんかサラサクリップ的な感じのね、ペンにしか見えないと思うんですけど、これ実はカッターです。衝撃じゃない？ペンの形のカッターあったんですよ。先端をよく見ていただくとこんな感じで、セラミックっぽい材質の刃がね、こっから出てくるんですよ。ちょっと触るとね、尖ってるなっていうのがわかるぐらいの感じですね。で、ペンの形状はサラサクリップに近い感じ。ただこれね、グリップ多分外せる。だから何とは言わないけど、グリップは外せます。半透明な白いグリップ。ああ、適度な硬さでいいですね。これ本当に切れるんかな？そこが気になるよね。あ、切れるわ。すげえ。結構しっかり切れるわ。ほらほらほら。こんな感じ。まあ、切れ味抜群とまではいかないけど、ちゃんと切れます。で、これ5本セットだったんだけど、なんか違いあんのかな？なんか、でも特に違いはなさそうな気がするんだよな。あとね、なんか、替えのリフィルが、仕事も入ってんのよ。なんでこんな入ってんのこれ。このグレーはまたなんか違うのかな？あー、これは金属なんだ。もはや何のコーナーだよって感じだけど。ちょっと試させてください。あー、まあ若干やっぱ金属の方が切れ味はいいかな。さっきよりね、ケバケバが少ない。ただやっぱ形状はペンそのものなんでね、全然回せますよね。クリップがやっぱりちょっとな、引っかかるね。まあインフィニティ系だったらなんとかいけるかな。ただやっぱね、本体が軽い。あー、くそ。よし、続いてコンパス行ってみましょう。で、コンパスはこちら。はい、多機能メタル紙、デザイナーに最適かっこしろ。こちらコンパスでございます。よいしょ。これが本体だね。あー、でもこれ定規ついてんのか。これ取れんのかな。取れた、取れたけど、その代わりここにぽっかり穴が開いちゃうね。で、まあ回すならこの形状かな。で、どういう構造かというと、ここが針だね。で、こっちが多分シャーペンになってる。ここ押すのかな？あ、ここ押すんだ。すごいね。はい、こちら。あ、でもまあ、意外と回せそう。あ、回しやすいぞ、これ。回しやすいまではいかないけど。これまでなんか他のに比べたらいける。クリップもついてないしね。出っ張りないから。まあ、へこみはあるけど。意外と回せるぞ、これ。なんだろう、バランスがいいのかな？あー、惜しい惜しい惜しい。いけそういけそう。よーし。はい、ということでラスト、こちらでございます。はい、これ何かと言いますと、ホーチキスです。はい、このね、スティッキールっていうスティック型ステープラー。オープン、スイッチ。あー、なるほど。はいはいはい。ここを開いて、ここを下げるとホチキスになる。こうかな。おー、ホチキスでこの形状ってすごくないですか？あ、もちろんちょっと太いけど全然回せる。うん、こんだけね、回せれば十分でしょ。よいしょ。はい、ということで最強ペン回し筆箱の中身はこれで決まりでございます。公式 LINE 登録してね。はい、ということで最強ペン回し筆箱でした。筆箱の中身だね。筆箱を実際決めてなかったね。筆箱でなんかいいのあったら教えてください。いや、でもやっぱりね、メーカーさんも面白いこと考えるよね。これはびっくりしたんだ。もうペンじゃんこれ。ペンの側にカッターの刃を入れただけって感じだもんね。こんな発想あったのか、かなり衝撃を受けましたねこれは。ということで、ね、今回紹介した文房具、概要欄の方からリンクで飛べるようにしておきますんで、気になったらぜひ買ってみてください。はい、それでは今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ケイプロデュースのペン回し専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。